され、7月4日から6日の中日戦、11日から13日の阪神戦、14日から16日のヤクルト戦、8月1日から3日の広島戦、8日から10日の中日戦、12日から14日の阪神戦のチケット一般販売を開始しております。各プレイガイド、東京ドーム前売り所でお買い求めください。入団創設80周年を迎える今年、野人軍が公式戦で初勝利を飾った7月3日にちなみ、7月4日から3日、11日から13日の6試合をジャイアンツメモリアルウィークスとして様々なイベントを開催いたします。初日の7月4日には歴代の9つのユニフォームを着た OB が登場するほか、各試合終了後